覚悟を決めましょう。久々のタイトルへ疾風陣雷田村二郎、電光石火のスタートで悲願の初タイトルへ西原智明、大豪電撃マッスルパワーでライバルを粉砕田中茂、誕生日を目前に大会連覇へ紫電清掃高橋貢、稲妻カラーを身にまとい6年ぶりの大会制覇へ霹靂青電早川清太郎、その充実ぶりはまさに雷天板金二村飛龍、気質伝入地元三強に待ったをかけるか荒尾聡、ここ一番で両走路ナンバーワンのスピード全開紫電一戦青山周平、以上のメンバーで優勝戦が行われます。依然として強風のコンディション、今節初めて両走路で迎える12レース、人気は地元の三強です、青山高橋そして早川、三強決着となるのでしょうか。10秒切っています。ブルーランプが消えました。スタートまでは3秒前、 G2 稲妻賞優勝戦スタートしました。内目から渾身のスタート、2番西原、大外からピンクの先行だ、青山周平好スタート、一気に青山が2番手へと上がっていく、先頭が西原、2番手青山、序盤戦で切りをつけるのか青山周平、しかしここは一旦待った、3番手争いは混戦だ、1番の田村粘っている、4番高橋が4番手、さあ高橋が田村を捉えにかかっている、レースは2周目、引っ張るのは2番の西原智明、悲願のグレードレース制覇がかかっている西原が先頭、しかし今度は譲りません、入ってきた青山周平、序盤戦で西原を攻略、早くも先頭に抜け出したのはナンバーワンの青山周平であります。2番手が西原、そして3番手へと高橋光が上がっている、さあ高橋が来る、さらには早川清太郎、1番田村の後ろ、現在5番手を走っております、先頭は8番の青山周平です。序盤戦で先頭に躍り出ました、リードが広がる、西原は2番手離される、その後ろ4番高橋光も早めに西原を攻略したいところ、その隙に青山周平はぐんぐんとリードを広げにかかる、さあここで高橋が2番手に上がれるか、3コーナー飛び込んでくる西原をかわして、場内からは拍手が沸き起こっております、2番手へと上がった、まだ4周回残っている、さあ高橋ここから足は余っているか、3番手2番の西原智明、その後ろから早川清太郎もやってまいりました、さあやはり地元三強となるんでしょうか、そのあたりは車間がだいぶ空いて3番の田中茂、そして荒尾、三村、最後方田村、残り3周回先頭青山周平ぶっちぎった、ここまで溜まっていた分を晴らすかのような独走態勢だ、2番手が高橋光、3番手2番の西原智明が健闘粘っている、そこに5番の早川清太郎じわじわ接近する、終盤戦残りは2周回完全に王道を走る青山周平が独走、4番の高橋光二、2番手さあ3番手早川清太郎が狙っている、これで三強揃い踏み、ワンツースリー体制、場内から大きな拍手、ブルーフラッグ、残りは1周回、ピンクのナンバーワン勝負服を身にまとった青い稲妻がしびれる走りを見せつけた、青山が先頭だ、2番手が高橋光、3番手早川清太郎、地元三強ワンツースリー、青山周平圧倒的な強さで優勝、タイトル奪還青山周平。今節はやはりナンバーワンだけに連日最終レースを走っていましたが、なぜかその最終レースあたりから雨が降ったりする日が多かったんですが、今日はレース中一滴も雨は落ちず両走路の戦い、そのスピードを遺憾なく発揮しました青山周平、今年7度目、通算では76回目、 G2 8回目、グレードレースは35回目、この大会稲妻賞は2年ぶり3回目の制覇、タイトル奪還になりました。1番4番420円、2連複4と8の組み合わせ250円、3連単8番4番5番800円、3連複注目の結果は
おめでとうございます。ありがとうございます。はい、青山選手、この声援をどう受け止めますか？いやもう本当に嬉しいです。ありがとうございます。そうですね、俺も嬉しい。そうですね。さあ G2 稲妻賞3回目の優勝となりました。そのあたりいかがですか？はい、回数は3回目ですけど、本当に、なんか今日の優勝は本当にすごく嬉しいです。はい、これで G1 シルクカップから地元6連続優勝、ご自身でどうですか？はい、本当に自分でも信じられないですけど、はい、ありがとうございます。本当に嬉しいです。はい、さあ今日の優勝戦なんですが、大外からのスタートとなりました。どんな気持ちでレースに臨みましたか？もうスタート行って、いい展開作らないと厳しいなと思ってたんで、まあ、出走タイムが良かったですし、すごく跳ねが心配だったんですけど、跳ねも大丈夫かなっていう気持ちを持ちながら、とにかくスタート集中して、切りました。それにしても早い攻めでした。そうですね、シルクカップのような、いいスタートが切れて、はい、自分でも予想外というか、練習でも思い切り来たんですけど浮いてしまったりとかしてミスがあったんですけど、レースは本番はうまくいってよかったです。はい、もう後ろどんどん引き離していったんですけれども、気持ちよく走れましたか？そうですね、今節は同期や先輩に本当たくさん手伝ってもらって、みんなで勝ち取った優勝というか、はい、そういう気持ちで、ゴールを迎えることができました。さあその今シリーズなんですけれども、お天気も不安定でした。初めての晴れ走路を走ったということになりますが、改めてこの5日間を振り返って青山選手いかがだったですか？そうですね、毎日雨降って、今日もまた降るのかなってちょっと思ったんですけど、最後雨じゃなくて風が強くて、稲妻賞らしい、すごい荒れた天候でしたけど、本当に、最後にもう皆さんが盛り上げてくれたんで本当に良かったです。さあそれでは青山選手、たくさんの皆さんが応援してくださいました、今後の目標も含めましてファンの皆さんにお答えください。はい、本当に、最後まで、お集まりいただきありがとうございます。今年、伊勢崎でずっと優勝できているので、また次も、気を抜かずに一生懸命頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。はい、おめでとうございました。どうぞ皆様盛大な拍手